はい、どうもトラキチの無課金ハオーロード12球団編です。今日でログインが、588日目ですね。はい、現在2021年7月18日の、午前8時35分なんですけども、今回ですね、このプロスピ妖怪道ですね、あと2日と6時間ということなんですけども、一応、こちらですね、これですね、はい、累計浄化ポイント累計全部終わりましたんでね、この S ランク契約書今回開封したいなと思います。はい、まあ阪神受精編の方もそうですけども、自然回復のみでやりまして、まあ、2日と6時間前ぐらいに大体同じぐらいで終わったんですけどね、まあこの12球団編はこの撃退報酬だけね、ちょっと一体 S ランク特訓コーチ残ってますんでね、もうちょっとやって、これもきっちり取って終わりたいなと思ってます。はい、まあ、自然回復だけで、やって、累計、まあ、S ランク契約書取れましたんでね、まあ、エナジー増やしながら、S ランク契約書取れたということで、まあ、非常に良かったかなと思ってます。はい、それでは、S ランク契約書開封するんですけども、その前に、A ランク契約書ですね、ランダム、これ2枚ありますんで、これも開封したいなと思います。はい、1枚2枚ですね。はい、まあ、このアカウント12球団編ということで、12球団で選手集めながら、純正はソフトバンクを組んでるんですけどね、ぜひ限界突破できる選手来てほしいなと思います。A ランク局長2枚お願いします。さあ、ちょっと限界突破できる選手ね、来てほしいかなと思います。はい、さあ誰、中田翔選手。はい、中田翔選手 S ランクは持ってないんですけどね、これで A ランク3枚目とかですね。はい、限界突破できる選手お願いします。小島選手だったと思う。ロッテですね。はい、一応名前確認してください。前来て小島選手だったと思う。小島選手ですね。はい、ロッテの小島選手と中田翔選手でしたね。はい、ちょっと限界突破できる選手じゃなかったですね。はい、はい、それでは、プロスピ妖怪道、これですね、プロスピ妖怪道の累計報酬、3契約書開封したいなと思います。まあ、先ほども言いましたけども、このアカウントね、12球団編なんでね、12球団の選手集めながら、純正はソフトバンク組んでますんで、まあ、A ランクいっぱい持ってる S ランク選手とかね、来てくれると非常に嬉しいかなと思います。有能選手来てほしいです。いきます、 S ランク役所お願いします。 A の来い。さあ誰来るか、さあ誰、野村選手、日本ハムですね。野村選手、ちょっと僕 A ランク持ってないですね。はい、うん、野村選手、ちょっと能力見ますね。はい、野村選手は A ランク僕持ってないですね。日本ハムでしたね。はい、どこかな、こうですね、守備がサード C、 弾道高弾道、ミート60、パワー67、走力60ということですね。はい、まあ、こういう感じですね。うん、まあアメリカ生まれなんですか。アメリカ生まれなんですね。はい、まだ20歳ということでね、うん、まあちょっとまだ A ランクね、野村選手持ってませんので、まあちょっとね、残念かなとは思いますけども、まあまあまあ、しゃあないですね。はい、まあ、プロスピ妖怪道の方であと2日と6時間ありますけど、S ランク特訓コーチね、まだボス撃退のやつですか、あれ1個残ってますんでね、あれだけはきっちり取って、いきたいなと思ってます。まあ、自然回復で終わりましたんでね、まあ、よかったかなと思います。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラキチの無課金ハオーロード12球団編でした。